5月26号上午，日本 AV 女优小岛南在西营盘区地街电车总站出席叮叮车见面与拍摄活动，绰号 AV 脆如 BB。 小岛南一身白色服饰打扮，让人有一种清纯秀丽的感觉，但身形略显纤小。她一大早乘坐古董电车和大家见面，在车顶不时与路人及粉丝打招呼。在受访时问到她是否第一次来港出席活动，她说是第二次，之前来港拍过饮食节目。香港に来たのは2回目で、前来た時は日本のテレビの旅番組の収録で来ました。还说是第一次乘坐电车，觉得很新鲜。初めてです。これは電車？今からの電車？当说到他此次活动衣着比较保守时，他说下午见粉丝时会穿着性感一些。そうですね。でもこの後お昼こっち見るの？この後お昼からはなんか生着替えとかをしたりするらしいです。最后问及他选男朋友的条件有哪些，他回答说要聪明的，并还要跟他哥哥一样男生。頭撫でてくれたりとか、なんかお兄ちゃんみたいな人がいいです。